居合道入門編。そもそも胸の刀って何ですか？胸の刀とは、新影流居合の数十本ある居合型の一つです。新影流とは、上泉信綱により1560年代に成立した剣術の流派です。柳生宗利に伝えられ、柳生家によって伝承されたため、柳生新影流の名で広く一般に知れ渡っています。宗利以降は、宗則の江戸柳生と兵庫の助の尾張柳生とに分派しました。新影流居合は、尾張柳生家20代柳生玄長師範より鹿島清隆師範に伝えられ、受け継がれた技となります。その古流居合型の中の一本が、胸の刀という技の名称です。この後、型の動きを示しますが、あくまで一人稽古の記録です。もちろん指導教範などではありません。武道、居合道に興味のある方への入門のきっかけになれば幸いです。胸の刀。刀の柄と襟をつかみ、ねじ伏せかかる敵に、唾を押さえ、顔面に当て身を加え、柄を握り、刀の反りを返し、相手の手首を踏み剥がし、下から抜き上げながら相手を斬り、さらに斜めの刃筋で切りつけて勝つ。斬新を示し、納刀。
ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。シーズン6、居合道入門編では、居合を始めた頃に感じた、なんだろう、に答えています。コメント欄への質問、感想など、大歓迎募集中です。また、少しでも興味のある方は、よかったら右下のチャンネル登録で居合道ワールドへ入門してください。またお会いしましょう。